ということで、とうとうウェイクボード TV さんに GoPro ヒーロー9がやってきました。 GoPro ヒーロー9、確かに大きいな、大きいな、全然大きい。4と比べたら、もう僕が持ってる4と比べたらもう全然大きさが格段に違う、厚さも全然違う。こんな大きいんだ、へえ、大きいな。ということで GoPro ヒーロー9を買ってみたっていう感じでした。使ってる方には結構好評な GoPro 9ですけれど、どうなることでしょう。ウェイクボードでどれぐらい使えるかな。一個やってみたい撮影があるんだけれど、そのやり方がまだちょっと分かんないんで、その辺は撮影してた人にちょっと聞いてみようかな。ガーデンの方にちょっと聞いてみたいと思います。ハンドルから撮ってるやつなのかな、インスタで載ってたやつ、あれやってみたいんだよな。よし、これで楽しんでいきたいと思います。これに切り替えてどれぐらい手ぶれの差があるかっていうのを今日はチェックしていきたい